くすんだい。よし、これでいい。行こうぜ。クセモノ、出会い出会い。ちゅうとこか。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日、仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないなみっともない真似はできん。そいつはいいね、助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よう、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔東条会に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみーや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホ抜かせ兄弟。何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうついてしゃあないわ。行くで、真島五郎かけや。楽しみや。私の番ですね。全力で。おい来た。私がやりますね。よし、行くぞ。ん？見せてやるよ。私の番ですね。全力で。私は。やってみろ。このまま
そろそろいいか。シャーナン君、眼帯の男だけでも厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やばかったら無理せず回復とか防御だぞ。さて、私の番です。楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやさん、イジ、こちらは東城会六代目堂島会長だ。東城会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東城会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした？二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ。俺はもう、意地を打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。
みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。悪くなかったぜ、春日一番。なに？テレテテテテテ一番、ちょっとねえ、あれドラゴンは、ドラゴン何言ってんだよお前。ちった頭冷えたか。頭冷えたかって。きっちり冷えたよ。ならいい。マジかよ。それだけのために喧嘩吹っかけてきたのか？お前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた。敵に勝ちたいんなら。考えろ。向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、どんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動け。それがお前自身のためにも仲間のためにもなる。行くぜ。青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。いいタイミングで来たな。その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、
そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って？殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町に？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城、そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだから、その殺し屋を使って殺そうってのか。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろう。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だがさすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここ、どこだ？スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。うん？俺も知ってる？オウムの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか、沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない。若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれるのか。あんたがいるめちゃ心強いんだけど。それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？
フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ。すべて教えてやったらどうだ。カスガ、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな。はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた。そりゃ、そのマジで強えって本物だと思った。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。違う。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きは？は？今現